僕自身は内部告発をしたっていう人間なので、文春に内部告発して100万円もらったって話もしたと思うんですよ。お金なくなるんですよ。もう仕方なかったんですよね。で、まあ病気もすごく悪化したので、文春にはだからその引っ越し代ちょうだいって言ったら、いや取材協力費で100万円振り込みますって言って振り込んでいただいた。でもそれぐらい僕もお金に疲弊した。もちろん最初のお金もらうためにこっちも内部告発したわけじゃないんですけど、で、まあ、僕の場合は特別な能力っていわゆるパチプロっていう能力があったので、そこから7年間それで収入を得たので今ここまで来ていますけども、普通の人って無理なんですよね。就職しようとしても潰されるんですよ。徹底的に来ますから。で、僕西宮冷蔵の名前だったか忘れた、西宮冷蔵の、ね、非常にまともですよ、非常に真面目です、はい、いや、もちろん。だけど我々は表面的にね、はい、最初まで取材してて、その後ができなかったということで、結果的に彼は潰れるでしょう。いや、もちろん分かってますよ。この前、水谷さんね。だから僕、ご自宅まで行ってます、ちなみに。水谷さんのご自宅まで行って、まあ、どこまで話していいか分からないですけど、もう家族ぐちゃぐちゃですよね。もう水谷さん自身はもう絶対あんなことしなきゃよかったってことをもうおっしゃってて、だいぶ告発をした人間が、ある意味、まっとうに今、社会でやっていってるって言ったら、多分僕ぐらい、僕だけじゃないですかね。そうね、オリンパスの件もね、みんなそうです。回りそうに、まあ、実は一色雅治さん、戦国38の例の海上保安官のね、はいはい、まあ、まあ、石木さんのプライベートのことをここで話していいのかって言われたんですけど、まあでも石木さんも本当にお金に今もう、まあ、あえてね、石木さんのあれがあるけども、あえて言いますけど、まあ、彼もね、辞めた時にいろんな支援もらったんですよね。全部でも返したらしいんですよ。当時本人も言ってましたけど、いろんな人から国士だって言って彼にお金が集まった。でも全部手紙を書いて返金した。でも一回だけ思ったらしいですよ。あのお金もらってたらよかったと思った時があるっておっしゃってた。それぐらいやっぱり追い込まれちゃうんですよね。でもちろん家族がものすごい苦労するので、だから僕自身はその内部告発っていうのはもう誰に聞かれても絶対するなと。だから僕自身も内部告発の今情報来るんですけど、とにかくやめた方がいいって言ってます。これだけ内部告発をしろしろって言ってる僕自身がそう言ってるんですよ。ただもう踏み込んだ人についてはまあもう仕方がないので協力は していきますけど、だから僕が先言ったようにお金のケアって実は一番大事なんですよ。もうその人がこれから生活があるんで、経済的に実は支えてあげないと絶対に内部告発ってできないので、だからしっかりと取捨選択してこの人なら大丈夫っていう人に対してお金のフォローも含めてやらなきゃいけないとは思ってるんですね。おっしゃる通りで、これね、本当綺麗事でいかないんですよ。だからこそね、本人の覚悟で、さっき言ったように、まあ、YouTube とかに出てきてね、本人が実名で顔を出する、いわゆる内部告発って完全に2つに分かれるんですよ。匿名で来る人と実名で来る人で、いきなり実名で来る人は逆に怖いの、むしろ匿名で来て途中で実名に変わっていく人、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、覚悟を決めてくれる人っていうのはこちらも扱いやすいというか協力しやすいんですけど、めちゃくちゃバッシングを受けるんで、いわゆるこの国は組織を裏切る人間を許さないという体質があるんですよ。自分たちが組織に入ってるから、多くの人が組織に入ってるから、自分だけじゃないでしょ、はっきり。いや、分からない。少なくとも日本の国っていうのはそうだと聞きますね。そのヨーロッパとかアメリカがどうなのかまだ分からないですけど、だからそこに関しては僕も容易に想定ができるので、その人の人生が保障できるぐらいの財力がないとできないだろうなと。だから僕、お金持ちに今すり寄ってる部分で、そこをちょっと守りたいというのがあります。別に自分の支持のためのお金を使おうじゃなくて、本当に内部告発をする人の生活を保障するっていう意味では、そういうための財力っていうのをつけなきゃいけないなと。10年、20年とか、その人がお亡くなりになるまで の世をしなきゃいけないので、内部告発についてはもうとにかく慎重にやりたいなと。まあ、やっていってるっていうところかな。